広いね、ここめっちゃ広い。道の駅案内所がちょっと濃いの近くなっちゃう。あ、シンターいらっしゃい。なんか人がいるから気まずい。やめた、やめた。初めてない、初めてないですね。でも多分俺数多くの道の駅が来たんだ、いろいろ。はよ、メダカ付き120円。ガチャ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 めっちゃやりたくてね、わざわざ成田空港まで配信に行ったの。普通の物産か、チーズファンタの瓶売ってるし、さっき自販機でばっかり。ヤホヤホ、あ、相当いらっしゃい。電話して やって焼きまんじゅうあるじゃん。よし、焼きまんじゅう買いたい。焼きまんじゅう200円安いから。これこそ自分のあれでしょ、地元食。はい、もうね、魚がダメなんですよ。魚とね、野菜が嫌いなんですよ。現在地は今ね、群馬の前橋越えたぐらい。あ、お、切り込みうどん、切り込みうどんってこれか。下川うどんの名前が違う。何これ、まあ、いきなりのかわいいコーナー。配信してたって買うのがね、買うのが難しいんだよ。あ、何これ、ネギかもって。あ、これ3分前次開けてますね、今のうちのとこ。何これ、ネギかも、雪男だって。こんなもん、なんで雪男なのにネギかも。どっから雪男が出てきたのこれ。木しか浮かばなかった、うん、食い物いっぱいあるけど、あんまり食っちゃうとね、眠くなっちゃう。トマト、イエイ。こんな嫌いなコーナー、こんな嫌いなコーナー。ネギは深谷ネギじゃない。風車って書いてある。何、風車ってどこのネギ。何ここ、なんかもうほんと生活用品すげえな、これ何これ。ラッキョウとか人参嫌い。ねえねえ、風車ってなんだろうね。俺も最初下ネタかなと思ったんだけど、いいお土産。リスナープレゼント2つ選ばなきゃいけないからね。まあ新潟行ってからの方がいいから、ここ群馬だからな、まだ。野菜、大人買いしない、野菜食えない。もうさつま揚げ100円だって安い。うんこ買ってる。うんこ。
これどうやって押し入れって書いてある。うんこ、よしえのうんこなんでしょ。よしえのうんこ800円もするの高いもん。ちょっと行広いな、ここ温泉入り口あるよ。温泉行きたいけどここで休んじゃったら俺負けなんだよ今日。ここで休んだら負けなんだよ。足湯がある。足湯、足湯入るぐらいなら電信湯に入るから。クリームある。種がめっちゃ売ってる。種見るとなんか思い出しちゃいる。なんかこれバグってるのか今。ただいま。勝手に切れちゃったみたい。ちょっと休憩したら行かないと。まだ目的地に来てないんだ。どうだ、これ今来る。あ、そうだ、コーヒー買ってます。コーヒーか。先にコーヒーか。進まなきゃいけないんで、次元入らんし。何この変なミュージック。どのくらい進んできたんだろう。酒飲みて。何？何？だってこれ、ね、これさ、棒がついてるのかついてないのって何の意味があるの？棒がついてるんだけど、これで全部刺せってこと？え、何これ、こんなんだったっけ。揚げまんじゅう、いただきます。うん、パンみたい。パンみたい。イヤホンマイク取った方がいいか。うん、グーナイ。うん、うまい。タレはうまい。映像は重いな。やっぱりやると映像は超重い。うん、うまいね。酒のつまみになりそう。
なんでこんな重いんだろ、スマホ。また一回更新してくる。更新して。さっきより軽くなった。あのスマホがずっと使ってるから重いんだね、多分。全部食えないな、これ。3個が限界。残り1個取っとこう。なんかしょぼい。休憩、ちゃんとした休憩はしてないから。あ、でも揚げおでそば食っていたっけ。揚げおでそば食った。焼きまんじゅう3つ食ったけど4つ目はちょっとお腹いっぱいになっちゃった。あとで取っとこう。短時間駐車場が珍しいね、これ。ある短時間専用。電波悪いな。スマホが重いね。前のスマホに変えてみようか。車どこ行ったっけ。一回映像切ります。